バック舎が、あ今日本持ってくるの忘れましたね、清水智美さんという方があ書かれました、えー、と命がけの証言、こちらですね、見えま,見えますかね、えー、はい、これもうお読みの方いらっしゃいますかね、ウイグル人たちの真実に背を背けないでください。 あの、修造科大学の楊海え先生の、ま、告発対談収録も入っております。で、これあの、ワックの山根さんという方がね、全国会議員に、あの、憲法を,をしてくださったんですね。まあ、早々に、あの、お礼状を出し、読ませていただき、まあ、この、証言に出てくる、 方々の半分ぐらいは私、もうすでに、あの、ウイグル問題に関わってご一緒をした方でも、あの、ありました。ただまあね、うん、まだまだ、あの、国会議員の中にも、どこかね、ピンと来てない議員もイタリアなんかするんですよ。果実あの、超党派のウイグル議連が、 あの、立ち上がりましてね。えー、古谷刑事会長。まあ、不祥私がチベット議連に引き続き事務局長をお世話ってるんですが、そんでもね、92人ですよ。チベット議連がこの間99人。国会議員あれだけいてですね、まだ三桁に行かないというのが、もう実情ですね。まあ、あの、清水さんの こういった、あの、ご著書を読んで、やっぱり、触らないはずはないので、また多くの国会議員が、あの、ウイグル議連にね、あの、集っていただければな、と思っていますま。私も、清水智美さんの方からフォローもいただいていてね、ツイッター、で早々に読ませていただきました、って、あの、お礼の、 え、引用リツイートは、あの、させていただきました。えー、ぜひね、あの、皆さんも、お、お読みを、お、いただきたいと思っております。買いました。ね、ありがとうございます。ああいう本ですね。美子さん、持ってる、伝えで買いました。地方議員にも広げてほしいです。うん。昨日ね、大阪で、私、あの、アパグループの、もてや、 図書 <laughs> 代表が、あのー、主催している昌平塾というあの政治勉強会の関西支部長をお世継っていて、えー、毎月第3、うん、火曜日はあの大阪のアパホテルのレストランを借りてですね、昌平塾やってるんですよ。で、昨日はあの地方議員のウイグル支援の議連の 代表理事のね、えぇ、ー、ソさんっていう、あの、女性議員が、あの、大変良い話をして、えー、いらっしゃいましたね。あの、地方議員の会は今、あの、寿司市議会議員の、あの、丸山先生がね、えー、束ねていただいて、で、全国のね、あの、ウイグル支援の地方議員の先生にも、私の地元のなんと、八オまで、 ていただいてでもちろんあの日本ウイグル協会の宇田ケルミさんやあアフメットさんや、まあ、あのローズさんとかねローズさんもあの先ほどの紹介した本の証言者の一人で、えー、いらっしゃいますのでぜひあの皆さんがお住まいの地域の地方議員の皆さんにもね ぜひぜひ、あの、先ほどの本をね、あの、読んでいただくように、あの、していただければと思います。えー、命がけの証言です。まあ、ネタバレなんでね、あまり詳細には言いませんけれど、その、この本の中にもね、日本人はとっても、あの、いい人だと。いい人たちばっかりだと。そうやって、外国の人を、 本当、あの、優しくしてくれるし、丁寧にしてくれると。でも、ウイグル人もそうだったと。で、そうやって、中国のね、官民族を暖かく迎え入れ,入れていたら、もう、牙をむかれ、むかれたと。今の日本の風景。まあ、この方は、もう日本に住んで、あの、15年目になる方ですけど、昔のウイグル人をね、 今、日本人に、あの、重ねて見てしまうから、本当に皆さん気をつけてくださいっていうようなことも書いてありますんでね。本当。日本国内でね、人権っていうと、まあ、権利的なね。まあ、この人権も、もちろん大切なあ人権ではありますけれど、世界的なね、人権っていうのは、ちょっと日本人が持っている人権とは全くあの、 似て非なるもので、大きく違うものであって、ある日突然、自らの命をね、理由もなく奪われる。家族も奪われる。当たり前の日常生活をね、送れなくなるという、うこれこそが人権侵害であるというような、ちょっとその辺の、あの、座標軸を、 合わせていかなければいけませんね。